移住のこと、移住した先輩に聞いてみた、スマートラジオ。ということで、はい。先月から移住スカウトサービススマウトで、新しいラジオ番組を始めさせていただいております。都会から地方へ、地方から地方へ、実際に移住した方をゲストにお招きしまして、移住のきっかけや準備したこと、実際に移住してみて、今はどう感じているかなど、移住にまつわるよもやま話を聞いていこうという番組です。MC は私、スマートディレクターの秋吉と申します。実は私自身も神奈川県から、四国の、香川県に移住しまして、7年目を迎えておりますが、リスナーの皆様と一緒にゲストにいろんなことを質問させていただきまして、好きに暮らそう、好きな場所で好きな時にというライフスタイルの実現をするためのヒントを探っていきたいというふうに思っております。はい、今日はですね、第2回目ということなんですが、今回のゲストはですね、愛媛暮らしネットワークという移住支援団体の参事でられます、本田さんにお越しいただいております。本田さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。本田さん、今そちらご自宅からっていうことですかね。自宅です。あ、ありがとうござ自います。宅というか、土間なんですけど、あ、土間なんですね。土間結に構デスクを作ってまして。ラジオの方はちょっと見れてないと思うんですけど、Facebook の公開収録の方は今、本田さんの背景がご覧いただいていると思いますが、日本家屋って言ったらいいんですかね。素敵な日本家屋で麦わら帽子とかがかけてあって、もうまさ雑に然としてすみません。まさに素敵な古民家暮らしなんではないかというところをちょっと想像しておりました。はい。そんな本田さんですけども、東京ご出身で、はい、そうです。長年テレビ制作に携はい。われてて、で、2013年にご家族4人で今の双海町に移住してきたということはでい、す。そうですね。で、その時は地域おこし協力隊という制度を活用して、移住されて、で、その時、ボランティア団体支援だったりとか、そういうこともいろんなことをやられてたんですけど、主にはその移住支援をその時から活動としてやられてまして、で、協力隊としての任期が終わってからも、ご自身で農業だったり、協力隊アドバイザーもされてますが、愛媛暮らしネットワークという団体で、県から委託を受けまして、移住相談だったり、協力隊のサポートをやられているということで、伺っておりますが、そんはない、ご経歴で間違いないでしょうか。そうですね。協はい。力隊としては、いわゆるそのフリー型というか、特にはいミッシはいョンのはい。ないパターンだったんですけど、あ、そうなんですね。はい。で、僕、その移住希望者だったので、なんかあんまりこう、地域づくりするぞとか、なんかこんなミッションでこう街を盛り上げたいとか、ちょっと申し訳ないんですけど、全然そんな思いなく。こう移住のきっかけというか、で、こちらに来るのに、やっぱこう結構ど田舎町でして、愛媛県の一番中心部は松山市っていうところなんですけど、で、そこから割と近いんですけど、こうぽっかり田舎が残ってるような地域で、でこう住むところも仕事もなかなか見つからないっていうような地域だったもんで。その協力隊というのをきっかけに移住うまくできたらいいかなというようなことだったんですけど、そのフリー型という、特にこう、なんていうんですかね、自分でこう取り組むものを見つけていくという形だったので、なんかこう、自分が暮らしていく、で、家族連れて移住したので、子供が成長していく街がちょっとでもよくできるような、手伝いができたら面白いかなっていうぐらいの感じだったんですよね、最初ね。本当、今、もう移住して9年目になるんですけど、なんかこう、地域づくり系にこんなにハマってるとは当時思いもせず。そうですね。当時は自分の暮らしをより良くしたいという気持ちで、来られて。で、そこから地域がなんか主語になる仕事っていうのが結構多く携わっているうちに結構どっぷりっていう感じなんですかね。そうですね。やっぱりベースは本当にもう住んでる家の近所というか、もう自分の集落が楽しく元気にっていうことは変わらないんですけど、なんかこういろいろ、
まあ、なんていうんですかね、その、まあ、興味というか、はいろいろこう勉強になること、はい、まあ、そういうことを学べる機会がすごくやっぱり多かったので、うんうん、なんかちょっとこう少し欲を出したというかね、まあ、貪欲にあのいろいろ関われる機会をいただいたもんですからね、うんうん、はい、まあ、そんなようなことからこうズブズブといった感じはあるんですけど、はい、結構あの地域おこし協力隊っていうと、さっきのあの本田さんのようにあの自分主体ではなくて、あの何か地域のためにこうやりたいとか、こう今だったらローカルで、起業したいとか、うんうんうん、そういった志がないとちょっとやれないんじゃないかって結構思われてる節もあるんですけど、はい、割とその本田さんのようにあの自分の暮らしを整えるための制度として活用して、そこからどっぷりハマっていく人も、ね、まあ、中にはいるんだよなということは思っていて、うんうん、まあ、まさにその一人が本田さんだったんじゃないかなと思っております。そうですね、はい、だからまあ3年間のなんか別にそんな成果とかも特になくてですね、まあ無事に残れたっていうようなところ、ね、はい、定住したっていうのは最も大きな成果かもしれないですね、なのかなとは思うんですけどね、はい、ありがとうございます。いきなりちょっと話が盛り上がっちゃったんですけども、聞いてる方にですね、ちょっと愛媛県伊予市の二見町ってところをちょっとご理解いただきたいなと思ってまして、二見町、先ほど松山からの距離が意外と近いとかっておっしゃってましたけど、車でどんぐらいなんですか？はい、松山の中心部県庁とか、はいはい、あの一番の繁華街があるあたりからだとですね、まあ、大体車で45分から50分ぐらい。あ、じゃあ結構近いですね本当に。そうですね、20キロちょっととぐらいですかね、もうちょいあるかな、うん、買い物はじゃあみんな松山行くみたいな感じなんですか？そうですね、まあ、日用品いわゆるその食材とか、うんうん、あのそういうようなことで言うと、まあ、松山まで出なくても、まあ、僕はあのあるんです、ね、あの自治体名としては伊予市というところなんですけど、はいはいはい、であの平成の大合併で、まあ、伊予市というところになった旧の二見町という、うんうん、まあ、いわゆる伊予市の中では端っこの周辺部分というか、うんうん、伊予市の中心部が地方郊外都市だとしたら、もうちょっとカラーとしては農産漁村っていうのに、はいはいはい、ワードからイメージするに近いような、まあ、端っこの方のところなんですけど、まあ、そこからでも割とすぐですね、はいはい、伊予市の中心部に出れば普通にあの買い物はいわゆるチェーン店みたいなスーパーもあるし、全然ですから、そうですね、車で15分ぐらい行けば買い物ができるようなところですかね。いいですね、いいですね、はい、その代わり車がないと大変っていうところは、ね、僕の地域でもそうですね、やっぱ車ないと結構しんどいなと、うんうん、人口ってその二見町っていうところに限って言えばどれぐらいなんですか？3500ぐらいですかね。あ、3500人、はい、はい、僕が来た頃は4000ぐらいだったですかね。結構な減り具合ですね。大体、はい、もうちょっといたか、4500ぐらいいました。あ、1000人ぐらい。年間100人ぐらいずっと減ってますね。あ、合併して15年かな、もうちょっと経つぐらいですけど、うんうん、大体平均して年間100人ぐらいずっと。へ、まあ、今は自然源が主ですかね。合併当初はね、社会源が多かった。うんうんうん、あるっていう、ね。いや、そうやと思います。結構じゃあ、割とその人口規模だとか、その3500人、まあ、5000人以下ぐらいの町で言ったら、あの、例外なく二見町も少しずつ人数が減っていってるようなエリアだっていうことですね。皆さんお仕事ってなんかどんなことされてるんですかね、その二見町に住まれること。二見ってあの双子の二に海と書いて、うんうん、ね、うんうん、二見というんですけど、はい、まあ、名前から察する通り海辺の町ではあるんですけど、はい、四国ってあの結構地形が全体的に急峻で、まあ、アップダウンがこう急う、ね、あの、はい、ね、な地形をしているところが多いので、はい、割とこう海からすぐ崖みたいな急斜面を登って、だから海と山が本当に背中合わせみたいなところで、僕も海岸から僕の家 1.5 キロぐらいなんですけど、はい、僕の家から海は見えないし、もう家の周りの景色が完全に里山なんですよね。へえ、うん、でもこう自転車でピューって降りてったら海みたいな。おお、何ていうんですかね、ちょっと違ったらあれなんですけど、あのこう海沿いのこう景色みたいなのが
ベネツィアみたいな、そんな感じなんですかね。そうそう、なんかアメリカ人が以前来た時に地中海の景色に似てるとかね、あ、なんかそんなことを言って、うちの子供も3歳の時にこっちに、はい、引っ越してきたんですけど、うんうん、なんか当時よく見てたポニョみたいとかって言って、うん、ああなるほどね、そうそう、あれ津波が来るやないかとか思いながらね、まあでもそんな感じの海岸線ではあるんですけど、ね、うんうん、なるほど。学校とか病院とかその辺でどうなんですか。病院は診療所っていうんですかね、とりあえず行く何でも屋さん、何でも病院みたいなのが、旧町内に2か所あります。大きくもこう旧の二見町でいうと上灘っていうところと下灘っていうところとこう2つにエリアが分かれるんですけど、それぞれに1か所ずつぐらい診療所っていうところがあってです、うんうん、あとはその専門医といいますか、子どもがよく行くとこだと耳鼻科とか小児科とか、うんうん、というのはやっぱりこう、はい、街中に出ないとないんですけどね、うんうん、それは伊予市に出たら、伊予市に出ればありますね、はいはい、まあ、ただそのこう好みなんかもいろいろ合う合わないもあって、そうですね、はい、まあ、松山方面に行ってる人もいますけどね、かかりつけ医が、はい、なるほどなるほど、スーパーは駅前になんかこういかにも地方っぽいよろずやみたいなのがありますけど、あとはこれ田舎あるあるですかね、はい、山崎 Y ショップみたいな、ね、あ、めちゃめちゃありますね、はい、あそこってこうなんか大手チェーンみたいなノルマがなくて、こう地域に根付いたみたいな方針があるみたいではいはい、はい、結構その大手が出せないような人の少ないところにも出店できるみたいで、あ、そうなんですね、はい、まあ、その昔6時か6時半ぐらいから夜は10時ぐらいになると閉まりますけど、うんうんうん、はい、実は僕の近所の最寄りのコンビニも山崎ですね。そうですよね、はい、誰も山崎ショップって言わないですけどね、そこ経営してる人の名字で言いますけど、ね、あ、そうなんだフランチャイズオーナーのね、すいません、ちょっとコンビニの話で盛り上がりそうになっちゃったんです、ね、すぐ脱線して、いいと思います、分かりました。あとあれですね、二見町といえば夕日ね、沈む夕日が、そうですね、瀬戸内海なんですけど、うんうん、まあ、西側に瀬戸内海があって、うんうん、まあ、その海に沈む夕日が日本一綺麗に見えるという、ね、そうそうそう、あの写真は何度も見たことありますよ、まあ、駅のね、この手のものは割と行ったもん勝ちなところがあってですね、どこでも言っちゃえば日本一綺麗な、ね、はい、ところではあるんですけど、まあ、海の向こうにその中国地方、まあ、僕の住んでるあたりからだと正面が山口県になるんですけど、うんうんうん、まあ、向こうにこう天気のいい日はこう山口県の中国山地がこうわーっとつらなうっすらつらなってるのが見えるんですけど、うんうんうん、でもまあその大体こう 海にこう落ちていく夕日がとても綺麗と言われてますね。いいですね、うん、沈む夕日が立ち止まる街というのがキャッチフレーズ、はいはいはい、聞いたことあるでしょ。下灘駅ですね、はいはい、がよく写真なんですね。日本一海に近いと言われた絶景の駅、うんうん、下灘、 JR 下灘駅というのがあるところですね、うんうん、はいはい、なんとなく多分聞いてる皆さん二見町というイメージがなんかできてきたんじゃないかなと思っておりますが、今度ちょっと本田さんのこうライフスタイルについてもちょっと聞きたいんですけど、はい、本田さんはいろんなお仕事されてるじゃないですか、もうその中でその、うんうん、なんていうんですかね、通常稼働日のその1日のスケジュールみたいなのってどんな感じなんですか。いや、これがね結構日によって全然違うんですけど。あ、そうなんですね、はい、まあ、愛媛といえばみかんでね、皆さん、うんうん、全国的にやっぱり有名なんですけど、有名ですね、はい、実は他業のうちの一つに農業してますとか言いながら、はい、みかんは、自営ではやれてなくてですね、まだ、はい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 、だいたい地元の人がこうなんていうんですかね、手に余してやれなくなって人に振ってくる、うん、ちょっと大変なというか機会がないとできなかったりとかいうようなところで、はいはい、全然平地がないところなのに田んぼばっかりやらんかって回されて、回されてっちゃっていいか、なるほどねだから割とですね、お米をなぜか二見でたくさん作って、あ、傾斜の厳しいところでお米をやってるみたいな。そうなんです、まあ、割と僕の家の周りはその傾斜が
この辺ではなだらかな方なので、うんうんうん、とはいえ結局だんだんなんですよね。こうだんだん畑じゃない、はいはい、だんだん田んぼ、まあ、棚田というにはちょっと雰囲気がそこまでいかないんですけど、うん、はいはい、だからこう水は常にこう流れてるの で、 いいで、ね、で朝晩の温度差もね結構変わるので、うんうんうん、あの愛媛お米のイメージ全然なかったんですけど、うんうん、めちゃめちゃうまいんですよね。あ、うん、面積どれぐらいやってるんですか。面積は、商売になるほどの大きさじゃなくて、まあ、4単ちょっとぐらい、はいはい、結構やってますね。あ、すごいわ、はい、じゃあバッチリ、まあ専業農家とは言えないけれども、はい、バリバリ兼業としては、バリバリ兼業ですね。じゃあ今の頃だったらその収穫がもう少し忙しいとか、そんな感じですね。この間稲刈りがやっと進んで、はいはい、まあ、一部天日干しをし、はざかけして天日干ししてる部分があるので、まあ、明日それを脱穀しようかなぐらいの天気も横ずっとよかったんで。なるほど、はい、みたいなことしたり、まあ、その移住の支援の仕事したりとか、うんうん、あとは、まあ、割合はちょっと低いんですけど、もともとテレビの仕事してたっていうこともあるので、うんうん、まあ、その映像を作ったりとか、まあ、なんか印刷物みたいなことの方があの多いんですけど、割と。うんうん、まあ、まあそう、それ系のことをしたりとか、お、素晴らしいです、まあ、どうにかこうにかあの食いつないでるって感じですね。お、作業っていう感じですかね、はい、なんか割合で言うとその農業と移住支援とあとは映像だとかデザインとかって何対何対何ぐらいなイメージですか。割と同じ333とかっていう感じなので、まあ、時期にもよるんですけど、うんうん、なんか1個522とかだとメインでこれやってますって言いやすいんですけど、はい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 、なんかねその質問いつも困るんですよね。あ、そうなんですね。結構じゃあみんなフラットな感じなんですね。はい、あとはやっぱりその農家さん、あの例えばみかんなんか収穫時期やっぱ忙しいので、うんうん、そういう時期になるとその、うん、なんていうんですか、農作業委託みたいな感じで、はいはいはい、まあ、行って手伝いしてっていうような感じ、うん、まあ、勉強も兼ねてですけど、うんうん、みたいな感じなので、シーズンによってはその割いてる時間は農業が多い時もあれば、うんうんうん、はい、まあ、そうでもない時期もあったりっていう感じですね、うんうんうん、はい、すごい。そういうなんかそのライフスタイルっていうんですかね、仕事の設計みたいなってこう狙ってそうしていくっていう感じだったんですか。いやー、なんかもうそのなんていうんですか、あんまり参考にならないんですけど、こう成り行きみたいなのが結構多くていいですね。その農地を借りるのも成り行きみたいなことも結構ありますし、まあ、ご縁がないと借りられないですからね、はいはいはい、で、まあ、仕事の紹介なんか本当にこう人付き合いというか、うんうんうん、あのちょっと話聞いたんじゃけどっていう、そう、うんうんうん、あのね、仕事持ってきてくれる人もいれば、はいはい、暇かとか、なんかちょっと手伝ってくれんかみたいなこともあるし。なるほど。そんな中あれですもんね、双子の小学生の父親としての子育てを奮闘してるっていうことなんですけど、はいはい、子育ての時間とか結構取れますか、その仕事の忙しさ。そうですね、あの多業って聞こえはいいんですけど、プライベートの時間がほぼない、うんうんうん、あの暮らしになるんですよね。空いた時間空いた時間に違うこと違うことするんで、うんうん、だからなんかオンオフをはっきりさせたい人にはあんまり向いてないかもしれないんですけど、仕事と暮らしがもう重なってくる感じですね。そうそう、割となんか常に何かやってるって、空いた時間があったらそこに何かやってるっていうような感じになってくるんですけどね、うんうん、まあそれを空き時間というか仕事と同じような感じで学校行事を入れるとか、なんかそういうスケジュール調整は、うん、まあフルタイムで仕事をしてるよりは融通きくかなっていう部分があると思うので、うんうんうん、そうかそうか、はい、まあそうですね、スケジューリングをこう仕事と、仕事のスケジューリングをやっていくのと同じように家族行事もその中に入れ込めるっていう感じなんですかね。そんな感じ、うんうんうん、ですかね。だから割と学校行事なんかも、まあ今ちょっとその PTA の役員っていうか 会長2年してるんですけど、忙しい、まあ、そんなのもあって余計に学校行ったりすることも多いんですけど、ね、うんうんうん。うん、まあその移住の窓口の当番に当たってる日はやっぱね全然抜けたりはできないんですけど、うんうん、まあ都合ある程度
多少の融通は効くので、うん、まあ、その辺でなんとか時間のやりくりしてるっていう感じですかね。うんうんうん、はい、うん。なるほど。ありがとうございます。いや、なんか結構いろんなことをこうやられてたり、こうお願いされたり、そして PTA の会長をやったりとか、二見町というローカルとはいえ、ものすごく忙しく、そしてアグレッシブに動いているなという印象があるんですけど、東京の頃の本田さんについてもちょっと知りたくて、その二見町に来る前はどんな人だったんだろうってちょっと気になってるんですよ。どんな人、まあ、さっきと同じような質問で、東京の頃の一日のスケジュールってどんな感じだったんですか、その映像制作。東京の時は、まあ、その会社にいたので、うんうん、携帯としてはやっぱりサラリーマンだったわけなんですけど、なんでまあ普通に割とテレビ業界の朝ってロケとかあると早いんですけど、うん、局内とかだとあんまり朝は早くなくて、はい、まあ、夜は遅いんですけど、うんうん、なのでですね、朝は割とこう普通の通勤ラッシュの後半ぐらいの時間帯に満員電車で揺られていって、はいはい、8時半から9時ぐらいに職場に着くぐらいですかね。はいはい、でももう最後の方、満員電車が嫌になって、チャリ通にしましたけど、はい、15キロ1時間ぐらい自転車で。めちゃめちゃ健康的ですね。行ってましたけど、ね。夏はしんどいやろうな。だけど、で、まあ、テレビ局の中にいたときは、まあ、その日その日で全然違うんですけど、うんうん、まあ大体定時だと6時ぐらいで、まあ遅いと夜の10時11時ぐらいに仕事が終わって、はいはい、帰ってきて、うんうん、で、まあ、僕お酒が好きなので必ず家で晩酌をしてから寝るっていう感じだったんですけど、うんうんうん、子供が小さい時は、まあ、3歳ぐらいまでが向こうだったんですけどね、はいはいはい、夜そんな時間に起きてないわけですよね、まあ、寝てますよね、はい、ね、うん、だから朝の人って言われてました、朝いる人、あ、お父さん朝しかいないよねと、朝起きるといて、うん、で時期に出かけていく人みたいな感じで、うんうん、まあ元気のいい子供だったんで朝お見送りしてくれるんですけど、うん、もう近所に聞こえるぐらいでっかい声で、いってらっしゃい、また来てねって、っいいね、あ、なるほどね、ま、来てねって、ちょっと語弊があるぞと思いながら、なるほど、確かにそれを近所に聞こえるように言ってたらちょっと辛いですね。まあでもそんな感じでしたかね。あ、でも割とその、うん、なんていうんですか、地域みたいなことは生まれ育ったとこにずっといたわけでもなかったので、そんなに地域が大きく、うんうん、日本全国あっち行ったりこっち行ったりはないんですけど、うんうん、だからその地元感もそんなにないところ、うんうん、生まれ育ったところと近いんですけど、うんうん、こう地元をまさにっていうところでもないので、その地域活動みたいなのは全くないですし、うんうん、なんかご近所付き合いもまあ割とそもそもないんです、ないですよね、そうですよね、集合住宅なんかに暮らしてると、うんうん、隣の人が誰か知らないっていう状況、その中では会えば声はかけるんで、返事もらえなくても、うんうん、近所のおばちゃんとかとは仲良くしてもらったりはしてたんですけど、うんうんうん、まあ、とは言ってもね、そんなにご近所付き合いもあるわけでもなく、挨拶する程度で、うんうんうん、なんかこうボランティアなんかしたこともないし、うんうんうん、なんかこの地域をどうやったらよくなんていうことは夢にも考えたことはない、はいはいはい、いう感じで、もうなんか要は家の中をとにかく見てるっていう、まあ家の中と仕事ですよね、だからそのオンかオフかっていう感じですよ、どっちかといったら以前は。うん、そうですね、うん、仕事と暮らしときっぱりこう分けて、はいはい、やってたっていうことなんですよね。そうですね、うんうんうん、いや、そんな本田さんが今二見町でめちゃめちゃ多業されてる、でかつ結構地域にどっぷりみたいなのって、うん、なんかどういうきっかけがあったのかすごい気になっていて、まあ今日、うん、
このラジオで、まあ、後半も含めて聞けたらと思っているんですけど、なるほど。ちなみにその東京の時の、はい、暮らしてる時に、今その二見町でこういうライフスタイルを送っていらっしゃるじゃないですか。はいはいはい。それはなんかある程度想像してたというか、なんていうんですかね、ああなりたいなみたいな、いや、そういうふうに思ったりはしてたんですか。全くとは言わないですけど、ないですね。なるほど。っていうか、その、なんていうんですかね、うんうん、今みたいなライフスタイルの存在を知らなかったというか。ああ、なるほどね。いや、でも僕もそうだったかもしれないですね。うんうん。だから神奈川で生まれ育ってたんで、はいはい、だからきっかけがまあ地域おこし協力隊で地域に来たっていうことはあってですね、うん、まあ、そうするとこう、うん、なんていうんですかね、はい、まあ、周りの環境はすごく良かったということもあるんですけど、うん、こう出会いと経験の宝庫だったわけですよね、その協力隊時代って、はいはいはい、でこういろんな機会をチャンスをもらって、いろんな人とこう、うん、つながる機会をいただいて、いろんなこう知見を得たというか、うんうん、あで、なんかこう、それがどれも楽しすぎて、はいはいはい、一つに絞れずに3年間終わったみたいな。いや、でもね、すっごくよくわかりますね。僕も神奈川から香川に来た時とか、うん、やっぱり出会いの数がやっぱり半端ないなと思って。で、うん、それぞれ出会う人の数だけライフスタイルがあって、はいはい、あ、こんなライフスタイルありなんだみたいなね、うんうん、そういう発見とかもあって、だから全く想像をついてない今に着地をしているっていうのは、僕も本田さんも一緒かもしれないなと思って。そうですね、聞いてました。まあ、でもなんか、はい、なんか一生懸命やってれば生きていけるのかもしれないなっていう感じ、うんうんうん、をまあ、得たとこまでいかないんですけど、全然、はいはい、悟りかけてるぐらい、そう得てる人をたくさん見てるので、あ、分かる分かる、どうにかなるような気がしてくるというか、うんうんうん、そうですね、はい、ランクルナイサー精神の人本当にいますからね、うんうん、そしてその人たちこそすごくなんか幸せそうに暮らしてる、ね、楽しそうに生きてるんですよね、うんうん、それ羨ましくて、はいはいはい、わかりました。ちょっと前半時間が来てしまったので、はい、今の境地に至るまでに本田さんはやっぱり大きなきっかけとしては移住を決断して実際に行動に移してるっていうところがあると思うんですけど、そのきっかけだとか、その行動に移すまでっていうのは後半でちょっとお伺いしていきたいなというふうに思っております。一旦前半はこれで締めたいと思います。はい、本田さん、ありがとうございました。後半もよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、